カール・ヘルマン・アマンドゥス・シュバルツはドイツの数学者である。複素解析に関する業績で知られている。日本語文献では、シュワルツとも表記される。シュバルツはシレジア地方のヘルムスドルフで1843年に生まれた。1912年6月30日、数学者エルンスト・クンマーとオッティリーの娘のマリー・クンマーと結婚した。 二人の間には六人の子供がいた。シュバレッツは、元はベルリンで科学を学んでいたが、クーマーとカール・ワイエル・シュトラスの影響により、数学に転校した。1864年、クーマーとワイエル・シュトラスの指導の下で、ベルリン大学から PhD を取得した。1867年から1869年までは、ハレ大学に勤務し、その後、 スイス連邦工科大学に勤務した。1875年からは、ゲッティンゲン大学に勤務し、複素解析、微分器科学、変分法などを研究した。1892年に、プロイセン科学アカデミーの会員となり、ベルリン大学の教授となった。1921年に、ベルリンにおいて78歳で死去した。シュバルツの著作には、百六十七年に、 ベルリンアカデミー賞を受賞し1871年に出版されたベシティマング・アイナー・スピー・ゲラン・ミンネマル・フレイクやギャザ・マルタ・マシマティッシュ・アップ・ハーン・ド・リンガンなどがある。シュバリッツはリーマンの写像定理の証明を改良し、コーシー・シュワルツの不等式の特殊な場合を開発した。また、玉の表面積が同じ体積の他の物体よりも小さいことを証明し、これにより、 エミール・ピカールは、微分方程式の解は存在することを示した。シュバルツの教え語には、フェイエール・リポート、パウル・ケーベ、エルンスト・チェルメロなどがおり、少なくとも22人の博士課程の学生を指導した。シュバルツの名前は、以下のような多くの数学の概念に付けられている。ありがとうございます。